ハーマン・ヨハンゲ・ウォルク・ハーマンは、ドイツの哲学者、文学者、系ニヒス・ヒソベルク出身であることと、その独特で難解な文体から、北方の博士の異名を持つ。合理主義、啓蒙思想に反対し、人間の根元能力である感性、信仰の哲学を主張し、同時代で同教の治癒、哲学者関東批判、また影響を与えた重要な人物である。 同じ東プロイセン出身である文学者、ヘルダーを見出したことでも有名である。1730年に下界の長男として、ケーニヒスベルクに生まれる。当地出身の哲学者、カントより6歳年下である。両親は非常に教育熱心で、ハーマンも幼少期から、フランス語、ギリシア語、絵画、音楽など様々な教育を受けていた。しかし、 教師の力量不足で語学に関しては不適切な教育を受けていたため普段の会話から警戒でわかりやすさを胸とした文法をうまく使うことはできなかったというこのことがいい意味でも悪い意味でも後のハーマンの難解な文章を生み出す起源であったと言われている1746年にケーニヒスベルクにあるアルベルトゥス大学ケーニヒスベルクに新学生として入学 哲学から物理学まで受け持っていたクヌッツェン教授の弟子になる。クヌッツェンはカントにニュートン物理学を教えた人物でもあり、この縁でカントとハーマンが自由になったと言われている。当時ケーニフィスベルクはピエティスムスの画像であり、クヌッツェンはピエティスムスと当時を制していた啓蒙主義との調和を目指していた。こうした主張はハーマンにも少なからぬ影響を与えた。 ハーマンの思想の革新にもなる、神への減り下りという概念は直接には、クヌッツェンの思想に由来する。しかし、クヌッツェン以上に、ハーマンに影響を与えたのは、東大学でイギリス哲学を講じていたカール・ハイン・リヒラ・ポルトであろう。彼は、啓蒙思想に傾倒し、イギリス哲学やフランス哲学をハーマンら学生に教えていた。このことは、ハーマンを、 進学から遠ざけて、死学や文献学、芸術、美学などに興味を持たせることになった。特にハーマンは、フランス思想などに憧れていたという。また、ハーマンの人生を決定づけることになる友人、ヨハン・クリストフ・ベーレンスとヨハン・ゴッドヘルフリントナーと、共同で雑誌、ダフネを発刊。道徳、宗教、社会などを論じ、なかなかの評判であった。このように、 学生時代のハーマンには、半啓蒙の精神はまだ現れていなかったと言える。1752年にハーマンは大学を中退し、人生の進路に迷っていたが、友人であるベイレンスの計らいで、ベイレンス一家が、リガで経営する会社、ベイレンス商会に就職した。ベイレンスは、ハーマンに、刑事上学的体系を放棄させ、実用的な学問を身につけさせ、 現実社会で役に立つ人間にさせようとする配慮からであった。と言っても、現代のビジネスマンというものにはほど遠く、実態はベーレンス紹介の経済的理論を擁護する経済研究家であった。この頃のハーマンは、近代国家の特徴を経済的活動という商業に求め、この重商主義を当時要請していた啓蒙思想と結びつけさせるという経済思想の、 研究に没頭していたという。ベーレンスはハーマンの英語とフランス語の能力を知っていたので、彼をおそらく貿易関連の仕事か政治的な使者としてロンドンへと派遣した。1756年のことである。当時、ケーニヒスベルクを治めていた東プロイセンはロシアからの侵略を受けていた。イギリスはプロイセンを支持し援助しようとしていたので、 それに関連した使命も兼ねて、ロンドンに派遣されたと思われるが、ハーマン自身、ロンドンへ行った目的を一生秘密にしていたので、真相は不明である。ハーマンは兼ねてから英国に関する思想や文化の研究に熱中しており、このロンドンの地は第二の故郷と思っていた。途中、ベルリンで後のライバルとなるモーゼス・メンデルス像などを訪問した後、 1757年にハーマンはロンドンへ着いた。しかし、ハーマン自身によれば、大都市ロンドンはハーマンにとって冷たかった。はるか東プロイセンの生まれの人間の英語や立ち位振る舞いがロンドンの人にはキーに移ったのであろうか。ロンドンの都市階層の人々の暮らしぶりをおそらく初めて目の当たりにして、ハーマンは著しい失望で自己喪失にまで陥った。おそらく、 ベーレンス商会の仕事で、当地のロシア講師にも接触をしたが、無情にも門前払いにされた。ロンドンでの仕事も失敗に終わった。完全に事故を失ったハーマンは、このロンドンの地で誘惑にも負け、仕事の失敗も、かねてのうさばらしで、暴飲暴食、さらには、勝負との情報までも、日常的とし、ベーレンス商会から与えられたお金も、すべて使い果たしてしまい。 人生のどん底にまで陥っていた。彼にすれば、この堕落した生活が日常から救済される唯一の手段であった。1758年3月13日であった。心が飢えて、廃人だかった、ハーマンの手の上に一冊の本があった。その書物を読むなり、彼は改ざした。ハーマンは、自身の罪深さを恥じた。この書物こそ、聖書に他ならない。 ハーマンはこれほどまでに聖書と向き合ったことは今までになかった。ハーマンは妄想書まで読むにあたりついに改心したという。カインの末裔として地上の放浪者だったハーマンはキリストへの信仰、神の啓示へと向くことで盲目で腐敗しきった生から解放された。同年の3月31日の夕方であったと明記している。これまでの根拠のない自己理性と 自己意志に対する絶対的な信頼が打ち砕かれた。人間それ自身、盲目であるのに、いかにして自身の理性が他人に対して正しい道を示す光となり得るのであろうか。ハーマンは自身の思想の根本をこのロンドンの地で手に入れることになった。ハーマンのこのロンドンでの思想の転換期は一般にロンドンでの改心などと呼ばれている。 このような事故の内政的記述は、ピエティスムスの思想家に顕著に見られることでもあるが、歴史的には、パスカルやアウグスティノスなどにも見られる。1758年7月にハーマンは、ロンドンを離れ、リガへ帰国。ベーレンス商会は、ビジネスの失敗も咎めず、心よくハーマンを迎え入れた。ハーマンはその後も、ベーレンス商会で職務に携わっていたが、 ロンドンへ派遣される前とは明らかに態度が違っていた。ベーレンスもそのことに一種の疑念を抱いていた。ハーマンはこの頃、一人のキリスト者の聖書考察と我が生涯を思うを表す。1759年にハーマンは、ベーレンスの姉のカタリーナに求婚するが、ベーレンスはこれを拒否し、不快感を示す。また、改心後毎日神に祈りを捧げ、惨劇しているハーマンを見て、 商人の精神を根付かせようとしたベイレンスはさらに困惑する。結局破局に終わり、ベイレンス紹介をやめて、郷里であるケーニヒスベルクへと帰った。しかし心配したベイレンスはハーマンを有用な商人へと再び戻すため、友人でもある哲学者カントに協力を呼びかけ、ハーマンを説得させようと、ベイレンスもリガからケーニヒスベルクと急いだ。ベーレンスとカントはかつて、 ハーマン自身も称賛していた、有用な商人に戻そうと説得したが、夜景死に水であった。カントラの忠告には敬意を示すものの、ただ、ハーマン自身は、キリスト者にとっては神への祈りこそが仕事であるという。これは、当時のプロシアを支配していた、フリードリヒ大王による、啓蒙先生君主による国家支配に対する抗議であるとカントへ語っている上、 自身の得意な考えも自覚しているようで、一概に無職者に甘んじたいということでもなかったと言われている。このような得意なハーマン自身の思想を綴ったのが代表作でもある、ソクラテス回想録である。ありがとうございます。